今宮神社は、京都市北区紫野にある神社である。社格は、給付社、別名、玉残し神社とも言われる。京都市北区、上行区において大きな、宇治国域を持ち、現在の今宮神社がある土地には、794年の平安遷都以前から液神スサを祭る社があったと、される。平安遷都後にはしばしば薬病や災厄が起こり、上泉園、上、 御霊神社、下御霊神社、八坂神社などで薬病を鎮めるための御霊会が営まれた。994年にも、都で大規模な薬病がはびこったため、朝廷は御子二期を作って、船岡山に安置し、音楽奉納などを行った後、駅祭を平白により移らせて、南馬港に流した。民衆主導で行われた、この紫の御霊会が、今宮祭りの起源とされ、 京都の他の都市祭礼と同じく最悪危機を祈願する御礼会として始まった。1001年にも薬病が流行したことから、朝廷は疫神を船岡山から移し、疫神を祀った社に神殿、玉垣、御腰を作らせて今宮社と名付けた。大名持の命、今年の主命、黄稲田姫命の御柱の神が創始された。薬病が流行るたびに紫の御霊会が営まれ、 やがて、今宮社の祭礼として定着して、毎年5月に行われることとなった。創始以来、今宮神社に対する朝廷、民衆、武家からの数計は厚く、1284年には、小一くらいの深海が与えられた。15世紀から16世紀には、京の町が、王人、文明の乱や、戦国の平乱などに巻き込まれ、今宮神社自体も後輩、 文明の乱では、今宮神社も消失した。1593年に、豊臣秀吉は、今宮社のお旅所を再興し、御子一揆を寄進した。西人の八百屋に生まれた、お玉が、徳川三大将軍、家光の側室となり、五大将軍、綱吉の聖母、継承院として1一位となった。このことが、玉残しということわざの由来になったとの説がある。継承院は、 京都の寺社の復興に力を注いだが、今宮社に、江戸時代には、車両として今宮神社に50国が与えられた。1795年には、企業者を中心とした、西人界隈の豊富な経済力を背景に、お旅所に、農部隊を落成し、周期に、農の講演を行っていた。しかし、織物産業の衰退により、1970年代を最後に途絶えることとなった。 1896年に本社殿を消失したが、1902年に再建を果たした。1717 17年頃にまとめられた、京都五役所向き対外覚書によると、今宮神社の宇治国域は、東が堀川通、西は七本松通り、南は二条城、北は不明確だが概ね、現一である。東側は、上、五霊神社の宇治国域と、 西側南部は北の天馬宮の宇治国域と南側は八坂神社の宇治国域と接しており西側北部は上谷川が境界となっていた現在の行政区でいうと北区の南東部と上京区の西部にあたりその中心にあるのが西神地区である今宮祭での御し巡行安来祭り4月来に日,日曜日に行われる安来花として 国の重要向け民族文化財に指定され、京都の三大記載に一つに数えられる、今宮祭り同様に、ご礼会を起源とする、農村部の祭礼である、今宮祭5月に行われる祭礼であり、神子出し、新興祭、観光祭、御子納めの順に行われる、安らい祭り同様に、ご礼会を起源とする都市の祭礼である、祭りの開催に合わせて、2014年より、 小田旅所の農部隊で、農部隊フェスタが開催されている。例祭10月8日9日に行われる。以下の32件の建造物が2018年3月27日付で、国の登録有形文化財に登録されている。上気建造物のうち、小田旅所は、京都市上京区大宮通り北大路下る、若宮横城に所在。飾り屋の炙り餅炙り餅採示で用いられた竹屋、備なえ餅を、 参拝する人々に、役よけとして提供したのが、始まりとされる。東門の門前に賛同を挟んで、一文字屋、数タスクと、飾り屋の二軒の店が立つ。一文字屋、数タスクは千年の、飾り屋は、江戸時代初期の創業と伝わる。親指台にちぎった餅にきな粉をまぶし、竹串に刺したものを、瓶長炭で炙って、白味噌のタレをかける。二軒とも保存料は持ちず。 販売は店頭に限定している。定休日も同じだが、白味噌は2軒で異なるものを用いている。常に周囲に香ばしい匂いを漂わせ、客の注文を受けてから餅を炙り始める。今宮市手作り、フリーマーケット地域のコミュニケーションを図る目的で、毎月1日に、境内で開催される。小道具、日用雑貨や衣類など、手作りの商品を中心に出品されている。阿ホーさん。 神浦石とも言われる、霊石で手のひらで撫でた上で石を持ち上げ、その際に軽く感じられれば願いが叶うとされる。1930年に境内に設立された全国神社保育団体連合会に所属し、鎮守の森を保育の庭にお合言葉に神社教育を施している。年長寺は今宮祭りの開催時期にお旅所を参拝する、お旅所参拝を行う。 京都市営バス46号系統、今宮神社前下車すぐ、1.12EM1.204205.206、北8号系統、船岡山下車徒歩7分、ありがとうございます。